私たちは2棟追わなきゃいけない。原発をなくすけど CO2 もなくすと、まあ、そういうミッションですね。専門家が予想してないことが次々起きて、誰一人、なんていうか、技術のことを分かって向き合える人が、いない。世の中でそうやって言われるのはよく知ってますし、ただ私は菅さんのような気迫ね、鬼の迫るっていうような気迫を持ってしか望みようがない。住民の苦しみを受け止め、住民の苦しみと、まあ、寄り添うのが私の第一のミッションだった。特に気にしたのは子どもたちのことと、まあ、それから妊婦さんですね。現地側の、ね、相談なく勝手に本社で決めてることが多いってこと、それがやっぱり一つの反省点であるし、国家公務員も地方公務員も含めて一緒の方向を向いて頑張んなきゃいけないから、間違ってたなっていうことをつくづく思い知って、高コストで全く経済合理性がない、新しい技術イノベーションでやりきりたいと思います。新しいこれからの産業の挑戦で世界で最も得する国はどこか、その一つが日本だということです。毎年17兆円ぐらい海外に支払っている、その17兆円はその分地方に投資しますよ。最高の地域への投資になる。